everyone. It's me, Chigusa. はい、今日も一緒に文法をやっていきましょう。今日は、じゃん、2種類の noun っていうのを皆さんご存知でしょうか？実は、noun には数えられる noun と数えられない noun があります。数えられるものを countable、数えられないものを uncountable というふうに英語では表現します。日本語だと加算名詞とか不加算名詞ってちょっとややこしい日本語、ちょっと難しめの日本語になってしまうんですけれども、 uncountable が不加算名詞、 countable が加算名詞になります。辞書とか使って単語を見るときとかによく C って書いてあるやつは countable で、 U って書いてあるやつは uncountable というふうに、数えられないものが U、 数えられるものが C の表現で辞書にも出ております。では for example 見ていきましょう。まず dog は数えられます。そして water っていうのは数えられません。1滴出ました、2滴出ました、3滴出ましたというふうに数えませんよね。というふうに数えられないものと数えられるもの、この2種類が noun にはあります。ただこのルール本当日本にはないので、私たち日本人にとっては感覚がすごく難しいんです。なので間違えたところで、まあ大きな問題にはならないんですね。まあ、テストだと罰もらっちゃうんだけれども、会話をしてる時点で間違っても、ここが間違っても伝わるので、そこは安心してください。こんなのは本当難しいから、第二言語として英語を学んでいくっていうのはすごく難しいと思うし、もう間違って当たり前の範囲だと思ってもらって OK です。日本語で言うものの数え方ってたくさんある、あるあるですよね、あるですよね、ありますよね。例えば1本、2本、3本とか、ポン、ホン、ボンみたいな、これわかんないっていう方たくさんいます。たくさんそういう風に聞いてくる外国人の方いっぱいいます。なんでって、なんでって、なんででもみたいなしか答えれないんですけれども、あとは、あと種類によっても違いますよね。例えばウサギとかだったら1匹でも通じるんだけど、本当は正しくは1羽、2羽って数えるっていう風に、この間もね、外国人の先生にそれを言ったら、そんな、なんで変えるんだ、わかんないっていう風に言ってたので、本当にこれは外国人にとっては難しいことだけれども、自分たちにとっては使いながらインプットしてるから、1本、2本、3本っていう風にたくさん聞いてるし、たくさんそれも使ってるし、でインプットできてるんですよね。なのでこれをマスターしていくためにはやっぱり使うことしかないんです。はい、ただ一つね、ヒントとして、今日皆さんにお伝えできる見分け方、カンタボー、アンカンタボーの見分け方として、液体のものはすべて uncountable になります。溶けて液体になっちゃうもの、例えばチョコレートとかね、溶けて液体になっちゃう、そういうものも液体として見ます。で、じゃあそれ以外も実はあるんだけれども、もう本当に細かすぎるので定義がたくさんあるんですよね、いろいろ。そんなにたくさん定義覚えられないから、それはもう液体以外のものは使いながらインプットしていくっていう考えで、私はいいと思います。ということで、使いながらなので、早速 practice one 行ってみましょう。 practice でいっぱい使っていきましょう。はい、ということで practice one は countable もしくは uncountable、 どちらか考えてみましょう。ではこちらをご覧ください。ここに10個の、noun が書いてあります。car, milk, butter, book, money, ice cream, cake, bread, dog, chicken. さあ、この10個の中で uncountable はどれでしょう？
さあ、皆さんできましたか？5。uncountable が5ですね。で、ちょっと微妙なのが1つあります。いいですか？はい、正解は、じゃん、こちらです。はい、この赤色で丸をしたところが uncountable になります。milk、これは液体ですね。そして butter、これも冷えてるときは固体なんだけれども、溶けると液体になりますので、butter は uncountable になります。そして money、はい、これも uncountable になります。これもね、いろんな説があるんですけど、私が一番好きな説は money、昔はね、コインとかね、使ってたじゃないですか。だからコインもね、こう熱くなったら火の中に入れたら溶けるじゃないですか。なのでこれも液体になるということで、money も uncountable としています。はい、そしてアイスクリーム、これも溶けますよね。なのでアイスクリームも uncountable。 そして bread、 はい、これが液体以外のものになりますね。日本語だったら bread って数えやすいんですけれども、英語では数えられないものの仲間に入っております。1つのパン、2つのパンとか数えられますもんね。数えられそうで数えられないのが bread になります。はい、で、三角マークがついている chicken、 これがちょっとトリッキーなんですよ。はい、チキンなんですけれども、この food、 食べる方のチキンは uncountable になって、animal、 生きている animal のやつは countable になるんです。なのでこのチキンはすごく特殊ですよね。豚とかだと pig and pork とかね、 cow and beef とかあるんだけれども、チキンはチキンなので、そこだけがちょっとtricky な、ちょっとややこしいところでもね、ありますね。food は uncountable、 animal は countable というふうにインプットしていただければ OK です。なので I eat a chicken っていうと、ちょっとかわいそうかなっていう気がするので、 I eat chicken になりますので気をつけてください。 I buy a chicken だったら、お家で買うためのね、チキンを買うけれども、食べるためだったら I buy chicken、 食べるためっていうか食べる鶏肉の方だったら I buy chicken になるので、気をつけましょう。じゃあ uncountable のものをどうやって数えるのって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、それはちょっとややこしくなりますので、また別の回でゆっくり話をしたいなと思います。まあ、簡単に言うと water とかもグラスに入れてしまえば、グラスは数えられるものなので、グラスでカウントするとかボトルでカウントするとかっていう方法がありますので、それはまた別のレッスンでやっていきましょう。では次 practice 2行ってみましょう。 practice 2 uncountable を使ってみよう。はい、ということで uncountable を早速使っていきたいと思います。まずは一つ目の文章ですね。 I like blah blah blah、 ここの blah 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 のところに uncountable を入れてみてください。 I like chicken、 I like bread、 I like milk、 言えますよね。いっぱいあります。そして2つ目が I eat、 食べるですね。 I eat chicken、 I eat chocolate、 like this。 そう、あの like のところに例えばチキンを入れたら、 eat のところにチキンは入れないでね。なんか全部チキンチキンチキンってしたら面白くないので、3つ今日課題があるので3つ全部変えてみましょう。はい、 I eat chocolate、 like this。 そう、できたかな。そして最後、 I have ですね。 have、 何かこう持っている have。 さあ皆さん何かありますか？例えば I have money でもいいですね。 I have money、 I don't have money、 I have money、 どっちでも OK。 はい、
I have money ってすごい言えたらいいんだけれども、あとはそうですね、 I have water、 I have water、 飲み物あるって聞かれて、 Yeah, I have water っていう風にも使いますよね。はい、 water、 日本だったら green tea、 tea とかよく使いますよね。はい、という感じで、uncountable、 皆さんこの3つ使えましたでしょうか。はい、ということで今日は countable and uncountable ということで2種類の noun をご紹介しまして、一緒にトレーニングしました。はい、ということでまだまだたくさんあります、 uncountable のものたくさんありますので、ぜひぜひね、自分でアンカウントボーなのかな、カウントボーなのかなっていうふうに注目しながら、今日は単語に触れてみるといいかなと思います。意外に本当にびっくりするようなものもアンカウントボーであるので、例えばフィッシュとかもアンカウントボーだし、いろいろあるのでぜひぜひ見つけてみてください。 OK, so that's all for today。 はい、このアンカウントボー、カウントボーナウンっていうのはこの後の文法でとってとても大事になりますので、ぜひぜひ、まあ、全部をマスターするのはね、単語は無理だけれども、アンカウントボーとカウントボーがあるということだけは、インプットしていただければ、次回からのレッスンもスムーズにいくと思いますので、ぜひ覚えていてください。 OK, それでは I will see you next time. Bye bye.